はい、えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。今日は！カレンダーの早送り禁止時間帯についてお話できればなと思います。えー、時計にはまあ多くの場合、こう。カレンダー曜日とか日にちとかが入ってるんですけど、あのー、これはですね。任意のまあ、日にち曜日に合わせられるように。 いまあなってるんですけどもその、まあ、設定早送りをしていい時間帯とよくない時間帯があるので結構あれそれご存じない方多かったのであのーまあ、時計の中で何が起きてでなんでやっちゃいけないのかっていうのを、まあ、簡単に説明できればなと思いますえー、ちょっとこれこの間買ったチュードルなんですけど、まあ、あのー、これは曜日と日にちが付いてます でえーまあ、こう針をこう回していくと夜の12時になったらこうカレンダーが変わるんですねでこれ今変わらないんでこれ昼ですこのまま回してって夜の時間になって夜になるとこれはこうパチンと一瞬でまあカレンダーが変わりましたで、まあ、夜の時間はその歯車が噛んで まあ早送りこう日にちが変わるよというふうになってるんですけどまあこれはパチンと変わるタイプでしたね。パチンと変わらないこれは聖光5なんですけどこれもこう回していくとあこれは夜見えますかね見えるかなこうここなんですけどまあもたついてこう変わっていくんですね。 でまあ、これが夜の時間はこう歯車が噛んでいるというようになってます。で、えー、夜、まあそうですね、何が起きているかっていうとですね、これ見えますかね、ムーブメント。機械式の、これ、オリエントの機械なんですけども、こう時間を回していくと、見えますかね、これ。 ではちょっと合わないですねこう回していくとここが回ってるのご覧いただけると思うんですけどこれがあの今変わりましたねピンとこれあの夜のあたりで歯車をあのこのカレンダーのディスクをむずいもこうジャンク品なんでこう回してみますけどこれをこう送るための 車がここについてるんで、すねで早送りをするあ、早送りをする歯車がここについてるんです。で、リューズを1段引いて、回していくと、こういう風に、チンチンチンとこう、これが早送りする歯車ですで。通常にその24時間回っては、あのー、カレンダーを送る歯車と、早送りをする歯車、これがあの別の力なんですね。 でまあ、最近のはあのこう夜の12時近くにそのこの24時間の歯車がいてい一段でこう回してもあの要は噛み合ってる歯車に別の歯車を噛み合わせるので2つの力が働いてこう歯が折れるっていうことがまあ昔の時計は結構起きたんですけど今のはあのそうならないようにこうバネみたいになって 樹脂,樹脂パーツになったりして力が逃げるようになってるんですけども、あのー、まあ仮にそういうのに今なっててもねあんまりそういう夜間に余分な力をそういうパーツにかけるのは良くないので、えー、その夜の時間にカレンダーは早送りはしてはいけないんですねでこれまあエタのムーブメントなんですけどちょっとピントが合わないですねこれも同じようになってます でえー、これが、あのー「成功のロードマチック」って呼ばれる56系のムーブメントが入っている機械なんですけどあのこれは本当にそに夜間にあのカレンダーを早送りしてあの壊れる例があの一番多いんですねこの時計あの。なぜかというとその早送りの歯車が、まあ、あのちっちゃくムーブメントを作る上でものすごく小さなパーツで組んでしまったん、まあ、欠点と言いますか。 まあ頑張った勢なんですけどあの夜間その歯車が噛んでいた時に早送りで回してしまうともう例外なく一撃で壊れてしまうんですね、うん、で,でこれはあの成功の 7S26 という機械なんですが、まあ、これも同じなんですけどこう一段引きで早送りがこうできてえー、で普通にこう20時間でこっちのあれが回るとでここはあの樹脂のバネみたいになってるのでまあ 夜間で噛んでてもあの力が逃げてくれるので、まあ、壊れにくいと言ったらいいですかね、まあ、まあ基本はあんま壊れないんですけど、えー、そうなってますでまああのカレンダーをじゃあ時間合わせたいなっていう時に、まあ、手順なんですけどまずあの今が昼なのか夜なのかこうパッと手に取った時に時計分かんないと思うのでまずあの時間合わせの時は機械式まあクオーツも一緒なんですけど まずあの2段階あの終点まで引いて下さいで、えー、時計回りにぐんぐん回していきますで今昼か夜か分からない状態で時計止まっていて合わせようという時ですねで,、えー、で今変わりましたこれが夜っていうことですねっていうことはあの歯車が噛んでるのでこの時間はあの回避して時間やカレンダーを合わせていきます 回していきますとこれがまあ昼の12時、まあ、安全地帯ですねで流、えー、ズを1段引きにしてそれでカレンダーを合わせていきます通常あの多くの場合はこう日にちとこう曜日をですね1段引きでこう早送りできるようになってます曜日の方はあの自動巻きとかクロスとか止めない限り あの合わせる必要がないので早送りできないムーブメントというのもありますがあのまあ多くの場合は両方とも早送りすることができますでこの早送りをしていいのは、まあ、日中ですね安全地帯にあの時計の針をよけて合わせてくださいでまあ今会いましたと思ったらあの、まあ、秒針12時まで待っていいんですけどで待ってあのこう昼の1時だったり まああの多少のうんカレンダーをまたがない逆走は時計に対して負担はないと思います、うん、あの全くやっちゃいけないやつとかもあるんらしいんですけどうんまあ今私の持ってるやつであのにそのカレンダーをまたいでの 逆走はあまり良くないんですけど、そ,それをしないで、あの普通にこういう逆走させて壊れたっていうことは今までないですね。で、まあ、時間を任のところに合わせて、リューズを押し込む。これが、あの、基本的なカレンダーの合わせ方ですね。で、えー、じゃあロードマチックもせっかくなんでやっていきます。これは本当に間違えた手順で合わせると、カレンダーが一撃でぶっ壊れるので、注意してください。まあ、自動巻きなんで、ある程度こう、 多少巻き上げた状態からまあ時間を合わせていきますでまあ今0段ですねまずリューズを2段階まであの終電まで引きますすると、えーこうま、回っていきますねで、えー、あちょうど今夜でしたねでこういう時に早送りしちゃうとカレンダーが壊れちゃうんで、えー、今日付が変わりました曜日も変わりましたなので安全地帯のお昼のまあ12時ぐらいまでに 回避させておきますで、えー、今日の日にちや曜日にこう早送りして合わせていきます。で、和曜日と洋曜日あの、漢字と英語で書いてあるやつもあるあの切り替えることができる時計多いんですけど、そういうのは大体まあ早送り機能がついてます。1段引きでこう、えー、日本の曜日だったり、海外の曜日だったり合わせることができます。で、まあ、逆走させると多くの場合は、 こっちちで日にちを合わせるほんとで本当このロードマチックってこの早送りのあれが小さいので、うん、あのー、気をつけてくださいその知らずに夜間で早送りしちゃったり止まってて呼びだけ合わせようと思って実はもう夜で歯車が噛んでたっていうことだとあの一撃で壊しちゃうので今のはまあ本当にこうバネみたいになっててこうその力を回避するし。 仕様になってる歯車なので心配ないんですけどあのそんなに心配ないんですけどねで、えー、これはロードマチックのスペシャルあの筆記体のやつであの瞬間日送りするやつなんですけどこういうのも一緒ですねで特に多分瞬間日送りの方が気をつけてくださいあの夜間あ今ちょうどパチンと変わりましたねこうパワーをバネで貯めてるのでそういうところを逆走させたり一段で早送りしちゃうと あのカレンダー機構壊しちゃうので注意してくださいあのかたかがカレンダー合わせ一つなんですけどあの大事に時計をなされたいということであればあのカレンダー合わせ結構注意した方がいいですねうんでまあまあこの辺まで来るとあ今用意できたのがごめんなさい全部デイデイとあの曜日と日にち付きだったんですけどあの日にちだけのやつでも基本の流れは一緒ですね夜間 日にちが変わりますので,でそこを回避して時間を合わせるということをしていただければあのカレンダー合わせ問題ないですでまあ大体そうですね夜9時ぐらいから明け方の3時ぐらいまであの歯車が噛んでると言われてますのであの必ず全部がそうなんじゃないんですよねそのカレンダーが変わる あの組み立ての時なんですがカレンダーが変わるタイミングでこう針を剣付けするのであの全くもう9時からもう3時かで、まあ、ほぼ個体差ないんですけど全部が100%そうではないんですよね本当にわずかなズレとかはやはりどうしても組む時の個体差であるのでなのでまあ夜の時間は合わせないと。 こう回していってカレンダーが変わった時間は夜なのでこれを回避して、まあ、お昼にしてからカレンダーをこう飛ばして合わせてそしてそれから、えー、改めては時間を合わせるとその日の昼なのかあの <laughs> 午前なのか午後なのかと合わしていくとあの失敗しないですで、えー、そうですねまあこれなんか面白いんですけど 古い成功なんですけどまあ通常にこう回していってこう夜間で日にちはジャンプするんですけどリューズをこれ一 <coughs> 失礼しましたこう一段引きでこれ日にち飛ぶんですけど曜日はこれジャンプしないんですねどうやってやるかっていうとここ,こで、ね あの押すんですリューズをちょっとボケて見えないですこう押すとこの火曜日、曜曜日をこうジャンプできるんですね、まあ、こういうちょっと古いやつって押して変える仕組みのもの意外にあるんで、まあ、リューズ周辺に汚れがたまったり汗たまらないように注意が、まあ、必要ですね古い時は特に防水性能もないのでうん。 まあそういうい感じです、えー、この確か、コーマチックはこれ、コーマチックっていうまあもうこれも相当古い時計なんですけど確か日にちはジャンプ,ャンプするんですけども曜日はジャンプしないですね、まあ、あの先ほど説明いたしましたけどもその曜日の方は時計を止めない限りその合わせる必要がないのであの ぐる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 回して合わせるほかない時計もあの結構あります。あこれもそうですね、あの、日にちはジャンプしますけども、曜日はジャンプしない、そういう時計ありますので、えー、ご覧になってる方、えー、ご自身の時計がどういう仕組みでカレンダージャンプするのか、あのー、 把握ししてて正いい合合わわせせ方で合わせてください、えー、時計には、えー、日にちをジャンプさせるのがダメな時間帯がある、えー、注意していただいて、まあ、あの結構多いんですね、あのー、カレンダーあの早送りできなくて壊しちゃう方、あのー、最近のは本当に壊れにくいようにはなってるんですけどやっぱり何度もそういう時間にやっちゃうとあの歯車ダメージで壊れちゃうので注意してください はい、えー、以上。カレンダー合わせの禁止時間帯についてのご説明でした。いつもご覧いただきましてありがとうございます。また動画アップしていきます。失礼します。